広島電鉄の計画によりますと、来年2月から路面電車の運賃が一律240円に改定されます。宮島線では140円の区間が100円高い240円になる一方で、270円の区間が30円安い240円となる区間もあります。スマートフォンを使って決済する新しい乗車券システムモビリーデイズを使えば最大90円割引され、白島線を除く市内線は現在と同じ220円となります。広島電鉄は人件費や燃料費などが高騰する中、運賃を改定し安定した運行を確保していきたいとしています。今日、中国運輸局に料金の改定を申請し、来年2月からの改定を目指しています。